中に入ってきます。はい、こちらの皆様お声掛けお願いします、ね、はい、こちらいただいてますよ。録音してで台本を開いて、ちょっとあちらのモニターを見てるか、ちょっと目線がいけないんですけど、こちらでよろしくお願いします。ありがとうございます。出られない、あっちだ、はい、急げ、走って、これって行くぞどうなるんだ、出られない、3、4、5、違う色、ねえ、ここ出ることだけ考えて、固まっておいて、チャンスがあったら。いいけどチャンスがなかったら。広瀬アリスです、初めての声優のお仕事ということでとても緊張しました。本日はよろしくお願いいたします。うまくいかないというか、それこそ、まあ、アニメとかずっと見ているので、その声優さんの感じとかもなんとなく自分で知っているつもりではいるので、全然ダメだダメだって思いながらやってました。まあ、兄が上にいるので年子なので、まあ、小さい頃から一緒に戦隊ものというのを見ていたので、まあ、自分がこう今22なんですけど、20になってこう昔見ていたものがまあ映画化されて、自分がムイピンクをやるっていうことで、やっぱすごく緊張もしましたし、初めての声のお仕事だったので、もう不安しかなかったですね。はい、だってピンクは全男子が一回恋をするからねそう、自分たちに恋キュッとする気持ちを教えるのは大体レンジャーのピンクたちだから。そうだ、だから世界中にいるんだよ恋する人たちが。恋してもらえたらいいなと今の着ボイス欲しいねいい声だったね今